アブイナーン・ファーリスは、マリーン朝の第12代スルターン。11代スルターン、アブアルハサン・アリーの子。1348年に、父、アブアルハサンが遠征中に、カイラワーンで戦死した語法を受け取ると、アブイナーンは、フェズで父に代わるスルターンを称した。1350年に、軍の残党を率いたアブアルハサン・アリーに勝利する。即位後に、 アミール・アル・ムーミニーンというカリフの称号を名乗り、マグリブの再統一に着手した。1352年に、ザイアン朝の首都トレムゼンを再征服し、ザイアン朝のスルタンを殺害する。翌1353年にハフス・アサが支配するビジャーヤを占領。1357年にハフス・アサの首都チュニスに入場した時に、マリーン朝は絶頂期を迎える。しかし、 アラブクミ民の反乱に遭い、アブウイナーンは、イフリーキーヤを放棄して、フェズに退却しなければならなくなった。1356年末に、アブウイナーンは病にかかり、その間に、人質として、フェズの宮廷に往来していた、ハフス朝の王族アブウアブドゥッターとイブンファルドゥーンが、反乱を企てるが、計画は事前に露見する。世の末期には、国内で反乱が続発し、 1358年に、フェズで最小のハサンブるアマルによって締め殺された。彼の死後、マリン長は衰退の道をたどる。フェズノブイナーニーやマドラサアブルイナーンは、アブーアルハ山の文化事業を継承し、芸術家と職人を厚く保護した。父の時代に建築が開始された、モスク、マドラサをすべて完成させ、その中の代表的なものとして、 フェズとメクネスに建設された彼の名を冠するマドラサが挙げられる。フェズのブーイナーニーヤマドラサはマリーン長期のマドラサとしては最大のものであり、建築様式の美しさも評価されている。また、芸術家と同様に学者と文人たちにも好遇を与えた。1354年に法学者イブン・マトゥータが長期の旅行から帰国すると、 宮廷初期のイブンジュザイ罪に命じて彼が講述した見聞録を記録させ、1356年に三大陸周遊記が完成する。また、側近の学者地の勧めに応じ、1354年に当時チュニスで官職についていたイブンハルドゥーンをフェズの宮廷に招待した。ありがとうございます。